あさみちゃんこれ食べた？私まだ。私さ2個もらったんだけど、うん、もう1個もらっていいかな？あ、もちろんもちろん。ちなみに私が少しだけ話しづらそうにしているのは、実はこの撮影が始まる少し前、うすらさんとプライベートでご飯に行って、うん、いや、はみちゃんは、うん、もうタメ口でいいからね。自己バシしちゃう？あ、いいな、私も食べたい。じゃあタメ口で食べろ、うん。この日から私はタメ口で話すようになり、距離も縮まった。ただ周りはその経緯を知らないので、慣れ慣れしく見える可能性がある。だからといって敬語で話すと薄田さんに寂しい思いをさせてしまう。その結果どっちつかずのふわっとした喋り方になっている。